思います。で、あのウリアムシの成虫は羽がついていて飛んでくれますんでね、多分これ殺虫剤をかけて、それが元で死ぬっていうのはほぼほぼないと思うんですけどね、葉っぱに殺虫剤が付着していればウリアムシも飛んでこなくなりますので、これからカボチャ全部で 10個ぐらいあるのかな、これとキュウリが4本かな、4、5本あると思うんで、このウリハムシが付着する作物は全て消毒をしたいと思います。はい、じゃあ殺虫剤のキャンプこれから始めます。ウリハムシ防除を終了しました。こちらはね、竹市農場のカボチャなんですが、1本だけですね、ウリハムシついてるのは、あと綺麗でした。で、やはりね、一番ひどいのがキュウリだよね。キュウリはちょっとかなりやられちゃってんでね、まあでもこまめに防除してればなんとかなるのかなと思います。3本しか植わってないんでね、なんとか復活してほしいですね、キュウリはね。はい、じゃあね、かぼちゃのウリハムシの防除、これで終了になります。お付き合いありがとうございました。